ここからはピッチイベントですので、テンポよくですね、楽しいピッチイベントになればと思っています。 Hi everyone. Okay, I'm gonna start my presentation now. So, we know that genes are known as the life's blueprints. Proteins would then be the bricks and mortar from which it is built. And the main feature of 2D is that its data is image data, which makes it extremely suitable for AI processing. いわゆるこの 2D のその電気映像そのものを何かこうビジネスに使うっていうことではない。ケーススタディとしてですね、生態の変化の根拠を探るサービスと、向こう3年から5年以内には特定疾患の一時スクリーニングサービスにも、当社は目指していきたいと考えております。弊社はですね、クライオ電検という電子顕微鏡を用いまして、新しい形のアプローチの創薬事業を行っております。でこの電子顕微鏡は、X 線などと違って、構造を染色する必要もなく結晶化する必要もなく生のまま凍らせて観察できるというところが何よりもの特徴です。結構競争が激しいかなと思ったんです。同じこと考えないですかね。他社の製薬会社が自分たちでやろうと思った時よりも非常に我々は高い精度で高い分解能で構造を取れるっていうのは結構実績からも明らかになっているところではあると思ってます。救急陽性件数はですね、年々増加しています。そして搬送時間も年々延長しています。そこで課題は何だというと、やはり情報伝達の部分が課題となっています。ヒューマンインターベンションも入りますので、非常に非効率的で、これが主たる たらい回しの原因です。なのでこれはまだ解決できてないので、新しいシステムを作っています。その他の、どういったの診断を考えているんですか。全ての救急患者さんに対する予測というものを今は進めています。私たちは、3次元リハビリテーションシステム、リハマルの開発運営を行っています。今までの検査では取れなかったような軽微な症状が取れるようになり、また紙面で行うトレーニングに比べてもより効果が高いというエビデンスが出始めてきています。デバイスの導入するときの、それが購入しなきゃいけないのかリースでやるのかとかのモデルも含めて、私たちはあくまでもサブスクリプションという形で利用料をいただくという形で考えています。おめでとうございます。テクリコ様おめでとうございます。どうぞ一歩前にお進みください。シリコンバレーツアー、もしくは最大1億円の出資をご選択いただける権利が与えられます。たった5分のピッチの中で、どういう自分たちの特徴を盛り込むかってことですから、ここからですからね、今後頑張っていただきたいと思いますし、本日は誠にありがとうございました。まさかちょっと優勝できるとは思っていなかったので、びっくりしています。